本日なんですけども、パンツはですね、ノースフェイスのナイロンパンツですね。でアウターはモンベルの、これちょっともうみんな古いんですけどね、ゴアテックスみたいな感じのナイロンのアウターですね。でインサレーション、この内側に何ですかね、断熱材みたいな感じでファイントラックのポリゴン3ですね。これも結構ちょっと前のモデルになっちゃうんですけど、で、中がこれブレスサーモのヘビーウェイトって言って、もう今はねちょっと名前がもう違う、これも古いんですけどね、ヘビーウェイトですね。で上がインサレーション、ブレスサーモの上にこれプリマロフトっていう化繊ですよね、化学繊維の、これもちょっと古いんですけどね、バーガーハウスの。それにいつもの冬靴、シングルの冬靴にスパッツをつけてっていう感じですかね。で今日は風が強いですからね、忘れちゃいけないバラクラバで、こんな感じで行っていこうかなと思います。なんかねご参考になればっていう程度の、グローブはねこれ使うんですよね防寒テムレス、これでさっきもちょっとねどうかなってぐらいですよね、結構寒かったですね先ほどもね。替えのグローブもね一応念のため入ってますので、ゴアテックスのね、そんな感じですね。おはようございます。本日は赤城山に来ております。先ほどですねご来光を見てですね、これからね登山の方を開始したいと思います。まず最初はあれですね、目的地はあそこですかね、地蔵岳っていうんですかね、あそこからぐるっと、縦走で降りてですね、ちょっとここからまだ見えないですけど、山の向こう側にですね、黒尾岳ですか、最高峰ですね、赤城山系の、そちらの方ぐるっと回ってですね、またこの駐車場まで、帰ってこようかなと思いますので、よろしくお願いします。まだスタートしたてなんですけどね、思った以上にちょっと積雪が本日ありますかね。だんだん地蔵岳が見えてきましたね。でも思ったよりね距離があるなっていう感じですね。もっとなんか地図で見てたらねすごく近く感じるんですけど、やっぱ歩くとねなかなか距離があるんですよね、思った以上に。地蔵岳に登るのはおそらく初めてですね。黒尾山の方はもう何度もね、もう結構10年前から登ってるかなっていう感じですよね。ただこっちはね、なんか一度も来たことがないんですよね、不思議と。だけど今日はね、なかなかお天気がいいので良かったかなって感じですね。はい、分岐点に到着ですね。いやそれにしても遠いな。はい、まだ700メートルしか歩いてないんだ。こちらですね、ずい
随分遠い、思った以上に遠いな。あの電波塔みたいのがね、立ってるところが多分山頂だと思うんですよね、地蔵岳の。富士山が見えますね、いや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 、富士山が見えますね。どうだろう、こんなもんかな。富士山が見えますね。すごいすごい。いや、縁起がいいわ。お正月から、元旦から最高。富士山ありがとう。この辺りからですね、またあの車道から登山道の方に入っていくような感じになりますね。八丁峠とか言うんですかね。多分これをここ右にですね、あの進んでいくようになると思います。ああ、でももう地蔵岳600メートルしかないんですね。第一スキー場ってスキー場があったんですかね。ひたすら木道ですね。いや、少し風が止まってね、暑くなってきました。一枚アウター脱ごうかなって感じですね、今ね。いやー、しかし思った以上の急登ですね。なんか舐めてましたね。いや、もう大したことないだろうと思って、いや、本日はね、ケアイゼンなんですよね。いや、そんな急登があると思わないから、まあ、ケアイゼンで十分でしょうなんて感じで。いやいやいや、もう山頂かなと思うんですけどね、なかなかたどり着かないですね。もうさっきから見えてるんですけどね。いや、なかなか大変だわ。はい、山頂直下までやってきましたね。おそらくあそこ山頂だと思うんですよね。もう間もなくね、山頂に到着すると思うんですけど。はい、もう一頑張りですね。あ、いや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 、かわいい。なんだこれ、今年の干支って何だったかな。まあ、トラとか猫じゃないですよね。まあ、あの上にいる女性の方かな。まあ、男の子にはちょっとこういう感性はね、難しいと思いますから。よいしょ。いやー、関東平野がね、一望できますね。あと、またまたね、富士山がちょっと分かりづらいですけどね。見えるかな？ここなんですよね。まあ、足元はどうだろう。こっちはでも栃木県になるかもしれないな。向こうが、右が群馬で、ねえ、東京ずーっと向こう、もう100キロ以上向こうですけどね、さすがに東京は見えないですね。霞んじゃってますね。いやー、
これは可愛いですね。うさぎかな。雪だるまなんですね。可愛い。山頂よりね、こっちの方がおそらく景色がいいでしょうね。ちょっと逆光でね、光っちゃってよく見えないのが若干残念ですけど、こちらがね、山頂になりますね。はい、お疲れ様でした。とりあえず本日の一座目ですね、地蔵岳に到着しました。地蔵岳山頂ですね。はい、とりあえずお疲れ様でした。よいしょ。174メートル、結構標高あるんですね。沼の方に向かってですね、あそこ見えてるところですね、あちらの車道へ向かってこちらから下山していきます。ちょっとね、ここで多分いいと思うんだけど、いや結構すごい、いやこんな感じですよ。結構すごい雪ですね。いやおーすごい。いやー大変な、ほとんどね使ってる人がいないんでしょうねこれ。いやここでもね GPS だと、まあここで合ってるんですよね。この赤いラインがそうなんですけどね、これをまっすぐ合ってるんですよね。ただねこれかなりね遭難レベル級の雪の深さですよ。これ上りだったらもう今日絶対無理ですね。まあ、下りはね下っていけると思うんですけどね、最後ねあの高い雪の壁みたいになってて降りられないとか、そういうことがたまになきにしもあらずなんですね。こう除雪で積もっちゃってて、そういう時はちょっとねどうしようかなってまあこの辺はね、まあ膝以上、もう今もものあたりまで潜ってますけど、まあなんとかね、トレースが少し残ってますからね、まあ、頑張りたいと思います。いやーひどい悪路でしたけどね、無事スキー場のとこまで戻ってきましたね。もうそこがスキー場で、あ、右側がスキー場でですね、もう向かいが車道になりますから、
ちょっとなんか思いのほかね、ラッセルで30分40分ぐらいやりましたかね。いやちょっと疲れちゃいましたね、思った以上に。行った車に戻って、まあ、あっちのねオルマの駐車場に移動して、でまあピークハントだけですね、黒火山のピークハントのみで今日は終了しようかなっていう計画ですね。はい、お疲れ様でした。行った、黒火山ちょっと疲れてしまって明日にしようかなと思います。なので、こちらの温泉施設でですね、これからお風呂に入って本日の相談の汗を流したいと思います。ですね、いや綺麗ですね、幻想的で。昨日登ったね地蔵岳があそこですね、山頂ですね。はい、登山口に到着ですね。ここまでが車道なんですけど、こちらから登山道の方にですね入ってことになりますね。はい、こう書いてありますね。ここからあの登山開始となります。今日はね結構たくさんの方が登山来ているので、まあすごいですねものすごい人数だな、これ人の列ができちゃってますね。いや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 、すごいな。では行ってきます。1.1 キロですね、まあ、そんなに距離はないんですけどね。ただなかなかね山の 1.1 キロってなかなかなもんですから、まあ、2時間どうだろうな、1時間半2時間あれば山頂到着できますかね。まあそんな感じで、ちょっとねこちら側から登ると急となんですけど、まあ、トレースもありますしね、まあ、昨日みたいな悲惨なラッセルじゃないんで、今日はねちょっと楽勝かなと思います。いや思ったよりね風もないし、あの天気がいい感じで良かったですね。もっとね吹雪いてもう視界もないかななんて思ってたんですけど、まあ思ったよりっていう感じですね。感じで今日は登山できそうですね。黒部山大沼まで来ましたね。まあ、あっという間ですよね。おそらくこの先そこからね大沼が見えるんですよね。あ、すごいですね、眼下に大沼が
いやー、綺麗ですね。ああ、赤城神社ですね。ちょっとの間でね、だいぶ登ってきて、ちょっと今、雲をかぶってますけどね、昨日登った地蔵岳ですね。いやー、でも思った以上にね、天気が良くて、まあ、良かったですね。上がるにつれてですね、お天気が悪化してきましたね。ちょっとね、もう視界もねあまりないような状況で富士見山に到着です。で、ここ富士見山じゃないですけどね、確かここから富士山が140キロ先に見えたような気もしましたけどね、ちょっと忘れちゃいましたね。しかしね、ちょっとお天気が幻想的で綺麗ですけどね、お天気はちょっと悪化しちゃいましたね、だいぶね。もう山頂からはね、この調子じゃ眺望なしになる可能性もありますね。まあ、あそこ山頂じゃないと思いますけど、まあ、あの辺りだったんじゃないかなって、まあ、期待も込めて。樹氷が綺麗ですね。いやー、すごい綺麗ですね、樹氷が。だいぶ吹雪いてきちゃいましたけど。まだまだ山頂先のようですね。だいぶ吹雪いて、景色がね、樹氷が綺麗ですけどね。景色はもう残念な感じですね。はい、とりあえずお疲れ様です。いや、はい、こちらが山頂分岐ですね。これを、まあ、左ですね、左へ向かって進んでいくと、もう間もなく山頂ということになりますね。もうここからはね、急な登りとかありませんから、とりあえず一安心ですね。はい、お疲れ様でした。ここが山頂ということになりますね。はい、あっという間でしたね。いやー、綺麗ですね、樹氷がね。残念、眺望なしですね。はい、こちらが赤城山、黒尾山頂ですね。1828メートルになります。お疲れ様でした。こちらがですね、黒尾大神様ですかね、神様になりますね。はい、ここに鳥居があって、大神様って書いてありますね。
だるまの雪だるま。さすが群馬ですね。はい、神様、本年もよろしくお願いいたします。こちらが大神山ですね。まあ、ほぼね、山頂までですから凍ってるような感じですね。全面凍結ではないんでしょうけど、もうかなりね凍ってますね。まあ本来であればここからね参拝していくような感じなんでしょうけど、反対側からね参拝しちゃいましたね。本日の登山飯ですね、お正月からシャンゴさんの方であのパスタをねいただきたいと思います。すごい美味しいんですよね、大盛りで。すごい楽しみです。では行ってきます。せっかくね前橋来ましたからね、まあ、前橋といえば鳥平さんですよね。私鳥大嫌いなんですけどね、こちらのお弁当だけはもう大好物で、たまにね仕事であの通りかかった時とかですね、よく食べさせていただくんですけど、先ほどねシャンゴさんで美味しいパスタ食べてきたんですけど、まあ夜食ということで、まあ、結局ねこの鳥飯食べたくてあの購入してしまいました。ではこれから夜食としていただきたいと思います。じゃあオープンしますか。じゃじゃーん。うわー久しぶりですね。いやー鶏飯美味しそう。ではいただきます。赤城山が見えますね。赤城山の3階ですね。下が、左下が伊香保温泉街ということになります。ちょっとアップしてみましょうかね。いやもう塊全部裾野までね綺麗に見えますね。ただ雲がね一番高い黒火山のとこだけ雲がかかっちゃってちょっと残念ですけどね。はい、伊香保温泉にやってきました。
有名な石段ですよね、入り口の。これから上に進んでいきたいと思います。なんかね、こんな新しい二花峰なんてできちゃってびっくりですけどね。寒いですね、お正月だけあって。いや、山より寒いな、こっちの方が。全部で365段あるんですね。今50段ですか。そうなんだ。なんだこれ。アヒルさん、よく川で流されてますよね、あのアヒルさんね。お、やっと100段ですね。やっぱり温泉といえば饅頭ですね。この後ね、ちょっと温泉饅頭ね、買いたいと思うんですけど、ちょっと一つね、人気のお店があるんですけど、もうさっきね、行列ができてたようですから、ちょっと買うのにね、時間がかかっちゃうかもしれないですね。うわー、懐かしい射的屋さん、すごい懐かしいですね。なんだこれ、いろいろ書いてあるな、いろんなことが。204段ですか。若い頃はこちらの足湯のですね。いやー、パン屋さん、いっぱい。加護神社さんがゴールのようですね。あ、でもこの階段登りやすい。あの鳥居がおそらく365段目のゴールだと思います。到着ですね。365段。ちゃんと外人さん用に伸ばして、まあせっかくなんでね、ちょっとお参りしていこうと思います。もう並んでますね。早朝ですからあれですけども、いつもね、行列できてますからね。10時から18時、多分営業してると思うんですけどね。ビルツ博士、どういう方かちょっと存じ上げませんけど、日本の温泉医学の父でありって書いてありますね。そんな有名な先生なんですね。これが源泉ですね。すごいな、なんか保存の仕方がね、すごい。ラドンっていうんですね。
まあ、だいぶね、手先まで冷えましたんでね、まあ、ゆっくり温かいお湯に浸かって回復したいと思います。ただいま渋滞の長い列ができてます。ちょっと本日はね、これ水沢うどんは諦めですね。みんなもう U ターンしてね、戻ってきてくるぐらいですね。もうちょっと渋滞がすごくなってしまったので、別の方に向かおうと思います。青竹踏みラーメンっていうのがね、なんか特徴らしいんですけど、ね、竹踏みで、ね、麺を作るっていう感じですかね。なかなかね、周りに何もないようなところに営業されてるんですけどね、すごい美味しいですよこのラーメン。私も気に入りなんで、楽しみですね。今回はちょっと豪華にですね、メンマチャーシュー、メンマもチャーシューも入ってるっていうラーメンですね、注文しました。すごいですね、おしぼりとお茶とお通しですかね、おしんこがつきますね。ちょうちんがいいですね。はい、ごちそうさまでした。美味しいラーメン食べてきましたので、デザートにですね、先ほど買った温泉まんじゅう、湯の花まんじゅうですか、もう食べちゃおうかなと思います。なんかね、辛いもの食べたら甘いもの食べたくなりますよね。まあ、そういった意味でね、ちょっと今おまんじゅう食べようかなと思います。なんかすごく丁寧にね、梱包されてますね。すごい丁寧ですね。100年、うわすごい、1世紀、なんか老舗なんですね。だからやっぱり行列がね、毎度毎度行列ができてますけど、じゃあいただきたいと思います。うん、うん、うまい。何て言うんでしょうね、鉱山宝石、宝石ですかね、宝水寺。すごいですね、いかにもお金持ってそうですね。私みたいのがいますね。仕事もしないで、あっちフラフラこっちフラフラ、昼寝ばっかりね。まるで私ですね。すごい働き者だ。私の最大の天敵ですね、働き者。まあよく働いてんだなこの子は。働きすぎだよ、ちょっと休みだよね。いよいよね、お寺の境内っていうんですかね、入っていく感じですね。いやすごいな、すごい立派ですね。
だな。いやーすごいな。いやーこれ立派だわ。なんかちょっとね、あの破壊提灯なんか見ると中国っぽいですよね。台湾とか。いやー立派だ。すごいねこれは。なんでしょうねこれ。すごい綺麗ですね。ああこれ本当綺麗だな。中に入れるみたいですね。いやーすごい景色。いやーここからの景色は最高ですね。うわ鍵山もう3階全部裾野まで見渡せますね。いやー素晴らしい門のところからね。いやーこれは素晴らしいね。本当に素敵ですね。見渡せますね、赤城山の山階が。ちょっと拡大してみますか。いやー綺麗だな。あの右の高いのが多分地蔵ですよね。昨日は一昨日ですか、簡単に登ったので左真ん中ですね。一番高いのが、黒尾山だと思いますね。黒尾山ですか、地方ですね。だと思いますね。いやーすごいな。そして、まあ、奥が前橋、手前が高崎市になります。